国が輸入戦車を参考に開発装備化したものです。この戦車は乗員4名、全長 5.7 メートル、高さ 2.5 メートル、全備重量13トン、エンジン出力120馬力、最高速度は時速25キロです。後方前面には90式57ミリ戦車砲を1丁装備しています。以上で80式重戦車の紹介を終わります。7式偵察警戒車および軽装甲機動車が威力偵察により敵情を解明します。敵から隠れて攻撃に行う偵察のほか、威力偵察というものがあります。これはこちらから攻撃を加え、それによる敵の反応により敵の殺っこで撃て、対空援護および FH70 による火力支援のもと74式戦車が侵入してまいりました。前の台敵戦車ひとひと射撃する、砲手鉄砲撃て、命中撃ち合う、陣地の戦闘陣形行動を開始します。この小銃小隊はこちら特化了解、射撃要求を受けたグランド右 FH70 が射撃を実施します。赤旗を下ろすと同時に射撃を実施します。大きな音がしますのでご注意ください。初見取れ、装填かっこに撃て、高速中隊には敵に離脱のいとまを与えぬよう、更新速度が最も速くかつ長射程を有する90式戦車を先頭に式放射機関砲により編成されています。高速中隊は敵を補足撃滅すべくさらに速度を増して前進します。